学院大学の浜松学院吹奏楽団です。よろしくお願いします。最初に演奏しました曲はルパン三世のテーマ、ブラスバンドコレクションバージョンになります。大次郎くん、あなたもしかしてソロでやってなかったけど、いやでも後輩素晴らしいソロしてくれましたね。まあ、確かに後輩のとても素晴らしかった、はい、もう拍手、素晴らしかったですね。でもなんか大次郎くんができなくて押し付けたんじゃないの？いやそんなことないです。俺はってできる手でまた任せたもん。うまいですよ俺は。あ、そうなんだ。弾けますよ。弾けます。また譲ってあげたの？そう、譲ってあげました。そんな感じですね。はい、じゃあ次の曲の紹介に行きたいと思います。すいません長く。次の曲はミックスナッツという曲をやります。はい、今回するこのミックスナッツという曲は、アニメスパイファミリーの、主題歌オープニングテーマとなっております。とてもかっこいいアニメでですね、可愛らしい子供もいるんですよ。そのアーニャっていう子が可愛いんですよ。またどんなのアーニャって言うの？アーニャこんなツインテールだっけ忘れてたけど、こんな声してるんですよね。わかんない。アーニャピーナッツ好き、でも人間嫌い。本当にこんな声で、あ、出て欲しい。母欲しい。めっちゃ大次郎がやると気持ち悪く見えるので、後で YouTube で確認してください。すいません。それでは次の曲に行きたいと思います。それではどうぞ。We'll be right back.
次で最後の曲となってしまいました。司会を担当させていただくのはユーホパートユーナとトロンボンパートシュンです。よろしくお願いします。最後にお送りする曲はシュガーソングとビターステップです。この曲はユニオンスクエアガーデンのシングル曲で、アニメ結界戦線のエンディングテーマとして書き下ろされた曲です。冒頭のかっこいいサックスソリから始まり、トランペットやトロンボーン、ユーフォニウムなどが華やかなメロディーを奏でているので、ぜひ注目してお聴きください。次にここで告知をさせていただきます。私たち浜松学院高等学校は11月12日土曜日にパルパルで演奏会を開催します。みんなで盛り上がれる楽しい曲をたくさん演奏するので、ぜひ聴きに来てください。では最後の曲、シュガーソングとビターステップです。みんなで盛り上がりましょう。どうぞ。ありがとうございます。アンコールありがとうございます。浜松学院大学吹奏楽部顧問兼浜松学院中学校高等学校吹奏楽部顧問の、中手川と、再び登場ですね。部長やらせてもらってます。さっき紹介し忘れたんですけど、亮太と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。四季眩しすぎでね、今ね途中ね、メガネもね飛んじゃったりとかして大変でしたけど、結構ね、皆さん来てくださって本当ありがたいです、午前中もね一回ね演奏させてもらったんですけど、また午後の方もねまさかねアンコールもらえるとはね、ありがたいですね。はい、そうですね。皆さんちょっと暑くなってるけど大丈夫か、体力的に。もう一曲いけますか。はい、いけますか。よし、いけますね。じゃあ次やります。アンコールでやる曲は、そうですね、前半の午前中と一緒になるんですけど、ではパラダイスハズノーボーダーにしましょう。いいですね、パラダイスハズノーボーダー。では、最後までね、楽しんでいってください。本日ありがとうございました。
Thank you.